時は人それぞれの鼓動に合わせて刻まれる。死して不朽の見込みあらば、いつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらば、いつでも行くべし。どう生きようとも、時は否応なく進んでいく。離れていても我らは一つだ。止まることも振り返ることもできない。鼓動は流れを作り、流れが未来を定める。おいたら、わしと一緒に行くぜよ。未来を変えるには、あまたの試練を乗り越えなければならない。大獄で処刑された先生、そして多くの者たちの無念を、この国の民よ、目覚めよ、目覚めよ。隠し刀は片割れを犠牲にしてでも任務を果たすと聞く。どちらが無様に逃げる。プレイステーション。